はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日はですね、いよいよこれですね、レベル81に到達した旅人を探していると、レベルの上限が90になるってクエストですね。まあ、レベル85を超えるレベルになるということで、これやっていきたいと思います。一緒に行っていただくメンバーはサラマンダーさん、あゆみさん、タカさんとなります。バラヌさん魔法使いのままですね。これでじゃあちょっと行ってみたいと思います。これか、今まで確かその辺にいる魔物を討伐して終わったっていうクエが多かったと思うんですけど、今回どうなんですかね。行動士っていうのかな、六星人の一人である聖光教主様の精神を体現しているって話覚えてる。なんかそんなこと言ってたような気もするね。全てを愛し許す心、それすなわち慈愛だよ。君の慈愛を見せてほしい。ポポリアキノコ山なんかにいるスライムベハマズンを倒すと慈愛の紋章が手に入る時があるんだけどねって。あ、なるほどね。スライムベハマズン、口が回らないですね。今日朝なんですけどね、まだ口が回ってませんね。スライムベホマズン、もともと滑舌強くないですけど全然回らないな。じゃあちょっと調べていきますかね。ポポリアキノコ山って混んでないかな。ちょっと別な場所でもいればね、そっちへ行ってみるかもしれません。ちょっと調べてみたいと思います。はい、それではですね、スライムベホマズン見つけました。偽りのね、セルドット山道のちょっと下の方、南の方に来ております。行ってみますかね。ここ確かね、いっぱいいるんで出やすいかなとは思うんですけど、特にライバルはいないですね。あ、しまった、魔法使いだった。覚醒しないとあれかな、ちょっと弱いかな。あ、周りが強いから大丈夫ですね。さあ何匹倒したら出るかな。過去の経験だと10匹以内かなと思うんですけどね。あ、しまった、石取ってくるの忘れちゃったな。さっきのピッピの親とだっけ、石取ってくの忘れましたね。石取ってれば撮影が楽だったのに。まあノーカットで行っちゃう手もあるけど、また話し込まないといけないしね。どうしようかな。さあ早い人は、本日ですね、アップデート、2日目、昨日昨日11時ぐらいにアップデートが終わって、で今何時だろう、今翌日の10時ぐらいですね。23時間ぐらいが経過してるんですけど、早い人はもうレベル90結構な数いってんのかな。もしかしたら一つのキャラはもうフルカンストしてるっていう人もいるかもしれないですね。早い人早いですもんね。どうやってやってんのかすら分かんないぐらい早いからな。とりあえずバラルさんは魔法使いと、お、出ましたね。どうしよう、じゃあこのまま石持ってないよな。せっかく新品の石もらったのに有効に使えなかったですね。このまま
取り続けちゃおうかな。でバナルさんはとりあえず魔法使いと僧侶はレベル90にできるだけ早い時期にね持ってきたいなと思ってます。今後のメイン職業になると思っているので、魔法使いと僧侶はね、なのでこの2つの職業を頑張ってレベル90にしていこうかなと思うんですけど、なかなかねイン時間取れないからな。まあ場合によってはまたレンダーシアとか、あと試練の方とかね、撮影に書いちゃう可能性もありますね。撮影する時間しかないって時があるんですよね、割と多く。でそこで、目的を達成しようとするともうレンダーシアの討伐とかになっちゃうんだな。いや石持ってればな、失敗したわ。まあとはいえもう無駄な時間は過ぎ去りましたけど、まあそうこうしてるうちにねメインストーリーがね途中で今切ってるので、そっちもねやりたいんですけどね。多分メインストーリーはクリアすると結構なね経験値がもらえると思うんですよね。なので、レベル90に持っていくためにもクエストは早めにクリアしちゃいたいですね。さあ行ってきたよ、行ってきたよベホマズン。おお、始めた頃はねもうちょこちょこと解放してましたけど、ほんと久しぶりになりますね。ちょこちょこやっていた頃が懐かしいです。当選士バダル、レベルはどこまで行くんですかね。まあ100までは行きそうですよね。あ、試合の紋章ってこんな皿だったんだ。しかもこういう紋章だったんですね。これで開けたの？おお、経験値欲しい。これだけで1万4000ですか。優しいですね。名声値もすごいな。これリプレイ報酬、リプレイした方が経験値たまんじゃないのか、もしかしたら。こういう小さなクエストを。まあ、レベル90になればね、ボス戦とかも多少楽になると思うんですよね。私だって今年の、ああなるほどね。恋してるのか。はい、ということでバラルさん見えませんよ。レベル90になったの本当に。あ、白くなりましたね。次のレベルはね、23万5000ポイント結構高い感じのは気のせいか。こんなもんでしたっけ、こんなもんでしたっけね。まあ割と簡単にあれですね、
85の壁を突破しましたね。ベホマズンさえ混んでなければあっという間に手に入るんじゃないでしょうか。いやー、魔法使いいつレベル90になるかな。とりあえずレンダーシアのクエでもやってこようかな。ということでね、あとレベル5いつ上がるか分かりませんけど頑張ってみたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。